小栗旬さんや山田孝之さんも、芸能人の意外な兄弟姉妹。皆さんこんにちは、ロストニュースのお時間です。皆さん、突然ですが、皆さんにはご兄弟はいらっしゃいますか？私には妹が一人います。そんな兄弟の活躍は嬉しいものです。実は芸能界にも意外と知られていない兄弟で活躍している芸能人が多数存在します。兄弟であることが広く知られている人もいれば、あまり知られていない人も。そこで今回は、実は兄弟と知って驚く芸能人の方々をご紹介します。ぜひ気になっていただけた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。ではどうぞご覧ください。河本大翔さん、ザ・クロマニヨンズと河本雅弘さん。ザ・クロマニヨンズのボーカルの河本大翔さんは、もはやロック好きなら知らない人はいないでしょう。なんせパンクを日本に広めた先駆者ですからね。そんな河本大翔さんには弟がいるのはご存知でしょうか？河本大翔さんの実の弟は名脇役の河本雅弘さんです。そうなの？と思った人も中にはいるでしょう。河本雅弘さんは現在数々のヒットドラマに出演されていますよね。直近でも NHK 連続ドラマ小説カムカムエヴリバディの安子の父親役にて重要な役柄を演じていらっしゃいました。また河本大翔さんが笑っていいとものテレフォンショッキングに出演した時には、河本雅弘さんの花があったりしたんで、それだけで兄弟関係は良さそうですけど。他にはブルーハーツの初の武道館公演のことを河本雅弘さんが語っていたりと、兄弟仲は悪くないようです。2人とも日本を代表するロックミュージシャンと俳優になっているのがすごいですよね。小栗旬さん、実はあの俳優小栗旬さんにも活躍しているお兄さんがいらっしゃいます。小栗旬さんのお兄さんは小栗亮さんで、過去には俳優として活動していました。俳優業を退いてからはお父様の舞台監督である小栗哲也さんの下で舞台作品の演出に従事したとのことです。現在はファイブマンクリエイティブに所属しながら、株式会社 NAC の代表取締役社長を務めています。株式会社 NAC は小栗哲也さんの会社アートクリエーションからの会社分割方式で設立された会社です。元俳優ということもあって、小栗旬さんとの共演も何度もされています。小栗亮さんがアメリカ留学中に、弟の小栗旬さんが日本国内で一気にブレイクしました。弟にできるなら俺もできるかもという軽い理由で帰国後に俳優業を始めたそうですが、思うようにはいかなかったようです。子役時代から役者をやっている小栗旬さんとは違い、仕事はほとんどなかったといいます。そんなお兄さんにやっと仕事のチャンスが巡ってきます。2006年に小栗旬さんが主演の舞台間違いの喜劇で双子役として共演することになったお兄さん。ところが小栗旬さんがインフルエンザにかかり、お兄さんがリハーサルで代役を務めることに。膨大なセリフを1日で覚えることを要求されたお兄さんですが、弟のセリフなんて覚えてるわけがなく、2日間やらせてもらったんですけど、代役を首に。結局本番では小栗旬さんが一人二役で主演の兄弟役を演じました。お前は表出るよりも裏の方が絶対向いてるから、とお兄さんは演出家のお父さんに勧められ役者を辞めました。またその助言も、親父、お兄ちゃんは役者ダメだよ、大部屋にいても大部屋にいる、スタッフキャストをみんなまとめちゃう、みんな役者は役者の中で競争してるのに、兄貴が行くとみんな輪になってしまう、競争がなくなる、とお父さんに相談していたのだそう。亮さんご本人も、輝いている人を支える仕事をしたいと考えるように、お父様の小栗哲也さんを通じて制作の仕事に転身。その小栗亮さんの転身を決意させたきっかけは、2018年にお笑いタレントの明石家さんまさんからの一言だったそうです。さんまさんと共演できるように頑張ります、というとさんまさんから返ってきた言葉が、頑張らんでええ、夢に向かって好きなことをやればいい、夢は裏切らん、女はすぐ裏切る。このさんまさんの一言で亮さんは30歳という年齢でいい区切りになる、さんまさんや旬のように輝いている人を
バックアップする仕事になりたいなと思った、と語っています。直近の小栗亮さんは、2019年埼玉県飯能市にオープンしたテーマパーク、ムーミンバレーパークで行われる、ショーやアトラクションの演出を手掛けています。2021年8月6日、ムーミンの日に YouTube で、生配信された特別番組では、小栗亮さんが MC を務めました。今後も様々な方面での活躍が期待できそうですね。また、週に一度は会っているというお二人、本当に仲が良いのでしょう。ディーン・フジオカさん、端正な顔立ちと抜群のスタイルで、人気のディーン・フジオカさん、日本語、英語、中国語を操り、俳優からミュージシャン、モデルまで幅広く活動しています。そして、妹の女性アイドルグループ、チェキッコの元メンバーであり、現在は台湾を拠点にアクション女優、タレント、シンガーソングライターと、マルチに活動する藤岡真美さん。実はこの二人は兄弟で、ディーン・藤岡さんが兄で、藤岡真美さんが妹という間柄。香港でモデルとしてデビューした兄、ディーンさんは、妹、真美さんと入れ違うように日本で活躍し始めたことから、兄弟と知らなかった人が多いみたいです。高橋一生さん、クールな顔立ちと清潔で爽やかなイメージのある高橋一生さん、演じる役柄の幅は広く、爽やかな男性役から心に闇を抱える DV 夫役、サイコパスな殺人鬼役など多種多様、その高い演技力からカメレオン俳優と称されています。そして4人組バンドネバーヤングビーチでボーカルとギターを担当し、ソロデビューも果たした阿部優馬さん。実はこの二人も兄弟で、高橋一生さんが兄で、阿部優馬さんが弟という間柄。2020年公開の映画、ロマンスドールでは、主演を高橋一生さん、主題歌及び劇中歌をネバーヤングビーチが担当。これに高橋一生さんは、兄だけど、好きですというコメントを寄せていました。メディアでお互いのことを話す機会が少ないこともあり、兄弟と知って驚いた人がたくさんいらっしゃったようです。竹内涼真さん、クリッとした愛らしい瞳と甘いマスク、長身スレンダーな体型が魅力的な竹内涼真さん。2017年放送の連続テレビ小説ひよっこ、 NHK でブレイクを果たすと、下町ロケットや陸王、ともに TBS 系といった話題作に次々と出演し、人気を不動のものに。そんな竹内涼真さんには妹と弟がおり、妹の竹内ほのかさんはモデルやタレント、インスタグラマーとして活動、弟の竹内ゆいとさんは歌手、 YouTuber として活動しています。兄弟仲は良いようで、竹内涼真さんが優しいお兄ちゃんと冗談めかして自画自賛する場面も。プライベートを話す機会が少ないだけに、妹と弟がいると知って皆さん驚いたようです。兄弟揃ってインフルエンサーですね。藤井流星さん、ジャニーズ WEST の藤井流星くんといえば、 VS 魂のレギュラーや映画かけ狂いで今大注目のジャニーズメンバー。男らしく整った顔立ちと天然のギャップがたまらないと、多くのジャニーズファンを沼に落としているメンバーでもあります。ジャニーズ WEST 藤井流星くんは5人家族。実は妹は2人とも元 E-Girls のメンバーなんです。姉妹揃って同じグループにいたとは驚きですよね。藤井秀香さん、2歳からモデルの仕事をしていたという藤井秀香さん、ファッション雑誌 JJ でも専属モデルを4年間務めるなど、同世代の女性からも圧倒的な人気を集めていました。2017年には芸能界を引退していますが、ジュエリーブランドロールモデルを立ち上げるなど精力的に活動しています。藤井カレンさん、カレンという名義で活動していたこともある藤井カレンさん、現在は女性ダンスボーカルグループハピネスのメンバーとして活動しています。人気ドラマ映画シリーズでもあるハイ&ローにも出演しており、女優としても活躍中です。2021年5月からはファッションブランドネロリを立ち上げています。また実はジャニーズ WEST 藤井流星くんとご兄弟の秀香さん、カレンさんには共演歴が。
それもミュージックステーション、Mステという大舞台での共演経験があるんです。 Mステのパフォーマンス中には藤井流星くんがカメラとの距離感を間違えて激突してしまうという天然なシーンも、直接兄弟で会話をするシーンこそありませんでしたが、目線の端々にお兄ちゃん感を感じたというファンの声も、家族で M ステにて集合ってすごすぎますよね。大悟さん、ブレイカーズ、ミュージシャンの大悟さん、そんな彼にも活躍しているお姉さんがいるのはご存知でしょうか。それは漫画家の永喜永喜さん。漫画家の永喜永喜さんはミュージシャンの大悟さんの姉であり、北川景子さんの義理の姉です。永喜永喜さんの漫画ジャンルは BL、 ボーイズラブ、ゆり系、 GL、 ガールズラブ、少女漫画、エッセイ漫画です。永喜永喜さんの人気作品は BL 漫画ラブステージで、日本でテレビアニメ化と実写映画化し、タイでは実写ドラマ化もされています。ラブステージはイタリア語翻訳でも出版されていて、人気の高さがわかりますね。現在は原作原案も手掛けています。テレビアニメ化、実写映画化もした漫画、私がモテてどうすんだ、わたモテてはスペシャルアドバイザーも務めていました。永喜永喜さんは北川景子さんをモデルに BL 作品のキャラクターをデザインしたことがあります。北川景子さん公認の BL 作品キャラ、ケイちゃん、とても可愛らしいですね。ケイちゃんはショートヘアの時の北川景子さんをモデルにしたそうです。大悟さんは永喜永喜さんが50歳の誕生日を迎えたということで、お祝いのメッセージを綴るとともにツーショットを公開。7個上の姉としていろいろ迷惑もかけてきました、忙しくなるまで本当に助けてもらいましたと、姉として面倒を見てもらった永喜さんへの思い入れ深い気持ちを綴り、本当におめでとうウィッシュと、いつも通りのフレーズで祝福のメッセージを記しています。永喜さんといえば2021年7月に発売した BL コミックバックステージに大悟さんをモデルとした主人公を登場させたことが話題になり、大悟さん本人もかなりの BL シーンに驚いたことを明かしていました。また大悟さんの下積み時代にギターや PC を買ってあげたり、焼肉やお寿司をおごってあげたりと、弟思いな一面も広く知られている永喜さん、本当に仲良しなんですね。山田孝之さん、山田孝之さんといえば現在缶コーヒーの CM がバッチリハマっていて大好評ですね。カメレオン俳優と言われるほどの実力派俳優として、知らない人はいないでしょう。ワイルドな悪役から時に繊細な美青年まで、そんな彼には活躍している2人の美人なお姉さんがいます。まずは長女の椿香里さん、現在は女優として活躍しています。10代の頃はエッグやポップティーンの読者モデルもされていたそうです。当時はかなりイケイケな雰囲気、その後は100本以上の映画やドラマに出演するなど女優として活動されていました。2012年に公開された山田孝之さんが主演の映画ミクロネーゼでは兄弟初共演を果たしたそう。しかしこの共演は全くの偶然で、監督は山田孝之さんと椿香里さんが兄弟だということを知らなかったんだとか、撮影中も現場が変な感じにならないように内緒にしていたということで、知っていたら共演者の方々もさぞかし驚いたことでしょうね。現在は舞台を中心に活躍しているようです。もう一人の姉はさゆきさん、若い頃はお姉さんの椿香里さんと共にエッグやポップティーンの雑誌モデルとして活躍。現在は音楽会社株式会社ボーチェの代表取締役社長。さゆきさんは2010年9月にご自身で音楽関係の会社株式会社ボーチェを設立し、美容家としても活動されているそうです。幼い頃から R&B が好きで歌手を目指していたというさゆきさん、20歳の誕生日にソニーミュージックエンタテインメントからバウンスウィズミーで CD デビュー、なんと5万枚を売り上げたそうです。その後2009年にダンスと音楽の勉強のために渡米、かなりアクティブな女性のようです。そして今でも山田孝之さんと2人の姉はかなり仲良しの様子、誰かの誕生日があれば集まってパーティーをしているそうです。
2013年12月8日放送の有吉反省会では、超一流俳優の弟の品位を落とす姉二人として共に出演し、色っぽすぎると話題になっていました。やはり山田孝之さんもイケメンということもあって、お二人のお姉さんも相当な美人ですね。以上、意外な芸能人の兄弟についてご紹介しました。皆さんはどの兄弟が一番気になりましたか？コメントにて教えてください。兄弟が頑張って活躍していると、自分も頑張らなきゃと拍車がかかりますね。それでは今日はここまで。また見てくださいね。